そこのドロドロした世界に潜っていく汚い世界、そういうものが同時進行してたんじゃないかと、まあ、僕はそういう世界だと思うんですね。つまりそのそういうは40年代っていうの全般は僕はこの綺麗な花が飾ったトイレっていう感じがするわけです。ありがとうございました。一人であって一人で締めるというのは別に拍手するようなことでもないんでございますけどもね。じゃあちょっとその頃の傑作をちょっと見てみましょうかね、はい。行くぜ、じゃん、あいよ、サブヤン。罪は憎いが憎まぬ人を切るも縛るも人のため、闇を切り裂く男意気、おぼろ月夜のサブと一。サブヤン、お嬢さんをよした、くっ。変身する定めを持つ変種、それらは全てヴァンパイアと呼ばれる。さあ変身を見せろヴァンパイア。元祖ハウリングって感じですよね。ぐわっ水谷豊さん、水谷豊ですよ、はい。変われば変わるもんですよ、あなた、ね。今ね、みんな、もうそろそろ冬休みだなぁ、なんかやっておりますけどもね。いろいろ、まあ、変わるもんでございますよ。あの歌もそう、ほんげたら、ほんげたら、ほんげたらたって、どうも元祖花もぐらっていう感じもしないでもないんでございますけどもね。これからね、時代はちょいと変わりましてね。はい、つまり、なんていうか、まあ、僕の考えではずっとあの頃は私のその青春時代。まあこの20歳に突入した最初の頃なんですけどね、はい、なんていうかほら今までの歌詞っていうのはもうどうでもいいんだと、うん、でそれを崩したのはいいんだけども、こうどうもなんかこうよくわかんない、他の価値も新しい価値もなんかこうすがるものも出てこないっていうんで、で人間のこう真になるものがなかったのね、うん、これで出てきたものはなんか根性だろうっていうんですぐまあ出てくるんだけども、これにすぐまあ日本人は結びつくんだよね根性だろ、根性で何でもできればまあ大変な世界なんですけどね、これがまあざっと出てきて有名なのは日本ありましたでしょ、巨人の目がバーッと燃えるやつと目が光るアタックナンバーワンってね、あんな綺麗な女の子がねバレーボールやるわけないんだよね。でも最近モデルからやってる、最近は綺麗になってきた、だいぶ綺麗になってきた、そうです、だいぶ昔はむちゃくちゃだったっていうね東洋の魔女ってもうそのままだったんだけどもね大変なんですが、もう失礼いたします。この日本ちょっと見てみたいと思います。
一風変わっておりましたがね、いよいよこう1970年代に突入いたしまして、これは白毛の世代、白毛の世代ってよく言われたんだよね。別に俺たちは白けてたわけじゃないと思うんだけどもね、まあ一般にしても白けの世代と言われておりますが、これに全然白けてないおっさんが大絶頂を迎えるんですね、はい、ここに全部渡り入れたらな、大橋巨船のおっさんとかなったっほんとにね、もうね、白けっつうぐらいでって、何も言ってないんだあの人ね、締めくくりはなんつうぐらいでっていうだけで、なんとなくみんな笑っちゃうっていう珍しいおっさん、ネタも何にもやってないんだなんですけどね、最近ますますこんなのが撮っておりますけども、あの人ほっぺたに最近でブラジャーするようになるという話もございますけどもね、それがこう1970年代になりましてね、はい、まあ、白木の世代になりまして、しかしまあ現実的に世の中はですね、すごいまあ良くなってきてるわけですよね、経済的にはね、はいはい、でここでちょっとアニメの傾向が変わりまして、はい、大自然をバックにしたこの夢と冒険のロマン、こういうアニメが登場してくるわけですね、ちょいっと見てみましょう。飛ばせ鉄拳ロケットパンチ